よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますかね。2020年10月23日土曜日、これ宇都宮インター前の、宇都宮餃子館です。はいはい、エンジンをかける嫌がらせです。嫌がらせというのはね、冗談です。岩間さんの真似しただけです。はい、じゃあね、出ましょう。はい、出発進行、ナスの進行、ジバニャンの腹巻きはおしっこいろっていうと、ちょっと喜ぶこともある。ちょっと何なんだろうね。
ヒビが入ってて何の看板だか分かんないんだよね。振り込め詐欺一味って書いてある。振り込め詐欺、山王団地西、団地があるのね。振り込め詐欺って今でも流行ってるのか。千葉県は電話で詐欺っていうね、電話での手がなんかあの小文字、ローマ字の小文字 DE なんだろうね。なんかちょっとおしゃれだと思ってるのかな。姿勢を出そうとしてるのか なんだか知らないけど、絶対なんか行政関係のさ、あの文書だとさ、電話で詐欺って言い回してたわけだね。
はい、道の駅宇都宮ロマンチック村です。おしっこしに行きます。それではさようなら。ボーボー。